よいしょよいしょ、はい、始まりました。今夜もね、リュージュネビーキイエイ、はい、ということなんで、またちょっとね、司会者不安なんですけど、いつものじゃあやっちゃいますか。やっちゃいましょう。わかる？リオン、いつものマジェスティのリュージュネビーキね。じゃあ、いきます。せーの、マジェスティのリュージュネビーキー。はい、お、お、お、え、なんかリオンの後ろ誰？お、あ、ジェイさん。ジェイさん、はい、ってことで始まりました。イエーイ。今日は、はい、4人でやっていこうと思います。久しぶりに。じゃあまず自己紹介から、リオンくんから。あ、今日あの彼、ちょっと何、扁桃腺が腫れてるみたいで喋れないんで、まあ、ちょっと暴動になっちゃうんですけど、じゃあリオンくんです。あ、リンさん。あ、リオンくんです。手振ってリオン。はい、次。リュージです。はい、そして僕一回飛んで、リンです。はい、いやいや、飛んで。はい、リンくんです。よいしょ。はい、っていうことなんで、そして、あ、ありがとうです。えい、やす、あと、遅刻ですかね。もう一人ちょっと出る子がいるんですけど、まあ遅刻ということで取っときましょう。そっかそっかそっか。はい、ってことなんで、ね、お、リンさん久々ですね。はい。お、どれぐらいぶりですか、ちなみに。半年ぐらいですか。半、お、やった、帰ってきたよ。みんな、みんなのリンさん帰ってきたよ。いやー、これでー、半年ぶり。いや、ほんと、悪いやつ。あー、誰でも分かっちゃう、これ。ないか。半年ぶりに、リンさんが帰ってきました。なんか、そうなんです、やっとイケメン来た、それなんです。いやー、やっぱりね、やっぱりこういうところ出るとこう、そう、いや、こういうところにこう、ね、カメラ出ると、やっぱり一人、いや、二人はイケメンが欲しいと。ね、多分俺とリオン出てたら、多分視聴率半端ないわ、下がるよ。そう、うちらは下がっちゃうんですけど、まあここ2人はね、何えぐいんだけど。ああ、なるほどね。はい、なんでまあ今日もね、こういう感じで、はい、やっていこうと思います。一人しかいないやん。ちょっとね、別に今日もフリートークということで、はい、何も決めてないので。いや、でも一ついいですか。背景意味わかんないんですけど、何ですかあれ。じゃあリオン、ジェイさんいいんじゃん。ジェイさん、ジェイさんでしょ。ジェイさんとジャビットこれ、この後ろ、これどういう意味があるんですか、これ。何なんですか、これ。なんか聞いてます？聞いてない、聞いてないっていうことなんで、はい。なんでか、ちょっとこれは分かんないですね。はい、ジェイさんと、うちのナイキンですね。ラビットくん、あっちや。ナイキンさん、ジェイさん、レイオン、見えないよ、見えないよ。はい、ジェイさん、これね、と、ここのいるジャビットくん、何の共通点があるんだいと。はい、そういうことなんですけど、はい。やばい。でもこれ、あれちょっとあれじゃないですか。ん、あの、なんか沖縄みたいな感じじゃないですか。違うか、合成か。いや、合成なら分かるんですけど、あーちょ、待って待って待って、しゃべって、ちょしゃべろ。ちょ、お前なんでしゃべるの。出るだろ、なんで出ようと思ったの。デルタ、わかんないけど、まあ、ね、グイグイ、まあ、やっぱりね、グイグイ、はい、まあ、こうやって喋れないキレの悪さね、確かに。そう、俺だけしか喋ってないから。ちょ、リンさん、なんかあります？ナイスな、ね、ないっすね。あー、リュウジなんかある？わかった、でもナイスない、はい、大体わかった。やっぱ、あ、わかりました、なんですか、なんですか。この感じ、この感じ、あー
その感じ。誰かの悪口。悪口？悪口？違うね。ああでもああどうだろうな悪口ね。うん、悪口。いやー、そうなんですよ。でもこういうか。はい、でも全然わからん。じゃあなんかこう質問っていうかね。ブログ書かない。はい、ブログ書いてる人いる？この中でまめに。毎日書いてる。本当に？はい。毎日書いてる。けど今日はちょっと書き逃したんだけど、はい、けど今日はもう途中まで書いたよ、うん、ちゃんと。好きなお酒はビール。ビール、はいはいはい、ビール。声張って。どうすんねん、この時差どうすんの、これ質問したらいちいち待たなくちゃいけないでしょ。それで尺取るやん。え、どうしたどうした。シャンパンとビール。はい、あービール。ビール、どっちですか。ビール。リンさんはでも、なんかワインとかのイメージ。安上がりの男って言われた。ちょっと待って、やばいよこれ。シャンパンも好き。史上初だよ。シャンパンも好きだけど、やっぱありがとう。はい、そんな感じでね。どんな素直だから。トークテーマ決めろ。トークテーマ、はい、トークテーマ決めましょう。じゃあはい、どうやってナンパをするか、はい、どうやってナンパをするか、うん、あーなるほどね。そう、海でナンパするならどんな感じや。あ、書いてくれたね。海でナンパするならどんな感じかやってみろ。はい、リオンくんやってみましょう。リオンくん、リオンか。ちょっとダメだね、あいつに振ったら今日ダメだわ、うん、そう、時間かかるから。ね、ちゃんと映して、何ちょっとちゃんと映して、映して、ちょっといいっすか。ちゃんと映して、見れてないよ、多分見えないよ、何、うん、ちょっといいっすか、何めんどくせえな。お葬式みたいになってるやん、ちょっと、やばいっす。なんか、LINE するんで、はい、誰に LINE するんですか。 LINE するんで返してください。お LINE、 LINE です。LINE で、僕テーマやっぱ、はい、海でナンパするなら、ああ決めたなら、はい、うん、するなら ID 検索してください。ブーって言ったぞ俺。ブーって言ったぞ俺。モテようやな。もしかして、もしかしてだけど、マジシャン。もしかしてだけど、もしかしてだけど、あと海から出てきたら関係ないよ。全然関係ねえや。もずくやから買いやべえ、ブーって言った。え、ブって言った。おおお、あー違った、違った、はい、違います、うん、これ全国ネットですからね、沖縄。そうです。ここ、ここどこ。東京っていう、なんか最近ね、ジェイさん、そこにいる映ってるジェイさんのなんかネタみたいな。はい。ちやばいぞこれ、マジでちょっとやばい。どうしますか。トークテーマまず決めましょうよ、まず。じゃあ、真剣な話してもします。真剣な話ね。あ、でも、あ、そうですね、あと伝えなくちゃいけないのが、今月の、来週ですか、今週、来週ちょっと、日本に我々いないなんてね。どこ行くんですか。はい、いや、ちょっと、まあ、コメントにもキモいっす。なんてちょっとなんでキモいっすこの人めっちゃ悪いかね、今見つめ合った時、顔目があったらキモいってちっちゃな声で。まあそれは仕方ないっす。あ、そう、プーケットです。いやけど、プーケットってどこなんすかね、国で言ったら。国で言ったらどこっすか。プーケット、タイです。行きたいですね、タイに行きたいと。なるほど。はい、なるほど。ちょっとどうすんの。ちょっと喋る人ポンコツすぎて笑った。ほんとポンコツ界だこれ。今日ポンコツ界どうすんの。東京。なに何のあれだ。そして合同。え、リンクラインしました。あ、合同。はい。あ、リンクラインしました。携帯ない。はい、すまん。ここでなんか、こっちの携帯、こっちの携帯しようか。ごめんなさい。いやー携
ないね。そうそうそう、今出た今出た、そう、合同合同イベントあります。どこと合同っすか。結構撮ってんだっけ。はい、そうっすね、合同イベントが、何日からですか。16から何日、21まで、ウィークで1週間2週間ぐらいのウィークで、16から20の2週間1週間ぐらいなんですけど、合同やります。はい。いや、お前合同って書いてよ、他にお話題ないのかよ、書けや。もっと行こう。まあね、童貞なんで仕方ない。え、何すか何すか。童貞だから。童貞、あー童貞、あーなるほどね。過去最低。な、何何。過去最低です。本当に、本当にそれも。やけど、しゃべろ。先月もやばかったけどね。いや確かに、じゃあ、あのね、今まではやっぱりこう、MC っていうね、うん、立場確立したやつが いたんですよね。みんな分かってると思うんですけど、今それが誰もいないっていうね。そう、うまくこう、何、付け回し、何、何て書いてあるの。いいや、な、え、寝ないで。あ、そう、それなんですよ。だから MC が、じゃあ、うん、あの、僕が自称 S についてちょっと話すんで。自称 S、うん、はいはいはい。まあ、自称 S なんですけど、はい、まあ自称 S、はい、でも、はい、でもですよ、はい、やっぱりどっちかって言ったら、うん、M かなみたいな。お、そう、なんで思うんですかそうやって。やっぱりけど、やっぱし、そうね、 MC ちょっとちゃんとしてくださいよ。それは俺に対して言ってる。それと俺に対して、じゃあ MC だからなんかね、腹筋見せろ、腹筋見せろ、そう、腹筋見せろっていうのは、そう、どうなんだろうね。大体でいいんだよこれ。だって俺ら関係ないの。何ですか。お金も何も関係ない。お金も何も関係ない。大体で。どういうことですか。お金発生してますからね、この間も。してる。ニコ生に出るためには一番大事なことを言っていいですか。ニコ生で出るためには一番必須条件、はい、喋れること。あ、そして MC、 ちゃんとした MC がいること。そして、そして、まああとみんながみんなちゃんと喋ること。そして、はいはいはい。まああとこうね、リスナー見てる人たちをどう楽しませるか。だから初回接客と一緒ですよね。あ、で初回接客を何十人の初回が来てます、それを今4人で対応します。一人一人頑張らなくちゃいけないですって時に、うん、そういうことですよ。だから理想。だから多分見てる人はめっちゃいる、全国ネットですかね、放送全国ネットですから。いや、ほう、シンガポール。だから、え、シンガポール、うん、シンガポール、いや、シンガポール、いや、国は多分あれですよ、日本だけですよね、多分日本だけ。だからもしかしてプーケットにこれ流れてるかもしれない。で、言ったら、あ、あいつら面白くねえやつだって思われて相手してくれないかもしれない、もしかしたら。だから、これでもなんか、お題だし、なんかじゃあ、ホワイトボード持ってる人、お題、うん、ほら、はい、一回 MC 変わろうかと書いたんだけどさ、 MC 変わろう、じゃあ、じゃあ MC、じゃあリンさんしよう。じゃあリンさん、うん、リンさん喋ってないから、うん、リンさん MC、 はい、もし女に生まれ変わったら、はいはい、はい、なるほど。じゃあ俺が MC する今から。あ、ありがとうございます、お願いします。いや、もし女に生まれ変わったら、はい、いや結構いいお題ですねこれ。じゃあとりあえず行きますか。何ですか。 CM でも一回休憩します。ごめんなさい、ほんとすいませんし、一回 CM で、じゃあ。
当社に。確かに今回の件、私のミスで発生しました。しかし、ヘルプについて強引に会おうとまた事実。今回無事回収できた暁には、当社にあなたに土下座してお詫びしていただきたい。はい、来ました。来ました、救世主。救世主来ました。ジェイさんいたんか。救世主来ました。みんな待たせてごめんね。ピアスくんです。よいしょ。救世主ですね、本当に。はい、コメントゼロです。あどす。いや、そうなんですよ。だいこれで大丈夫かなみたいな。今日はこの5人です。いやでもね、CM 入る前くらい。おほすごい。何これ。おぉテーマもしもないで言われるのか。いや、あの、ニコ生の人たち、人が気遣ってくれたね。さすが。気遣ってくれた、すごい、ニコ生の人。ほら、気遣ってくれたから、ヤスさん、今、トークテーマこれ。え、ってことは、女に生まれ変わったってことは、男の心のままで、女に生まれ変わったってこと。ゲイってこと。それ、それ、なんそれか。体が女だけど、心は男。いや、全部女ってことでしょ。そう、え、だから俺だったら多分あれだね、やっぱマジェスティに来てリンさん指名するね。ぐいぐいすいません、すいません。マジか。ごめん、なんかごめん、本当にごめん。なんかちげえわ。え、さっきまでさ、調子よかったんだけどさ、救世主のはずなのにさ、寝たんだけどさ、寝たらさ、速攻酔い覚めちゃった。嘘、寝ちゃったの。寝ちゃった。あ、寝ちゃった。おはようございます。女に生まれ変わった、はい、生まれ変わったら、ちょっとリンさんどうなんすか。結構リンさんはやっぱりね、周りから可愛いとかさ、女性、女装したらめっちゃ一番可愛くなるって言われてて、どうなんすかこのテーマは。生まれ変わったら、はい、お前、もう、お前そういうのよくねえから。何してんのお前。ちょ、さあ、じゃあさ、俺とこいつの顔が似てるって思う人、ちょっとどうよ。あのさ、違う、トークテーマがさ、出してくれたのにさ、違うじゃん。あの、何で何で何で何ニコ生のさ、人がさ、こうやってさ、気使ってくれたのに、ちょっとトークテーマまず話そうよ。じゃあまず、じゃあまず一回話そう。だからニコ生の人がこうやってやってくれたから、ちゃんと一回まず話そう。だから一回、じゃあもし、ね、だからもしでしょ。もしそう。今、リンさんだから。いいあ、ヤスさんですか。ヤスさんじゃん、生まれ変わったらどうなの。でもあれだからね、やっぱ女の子は、ね、あれだよ、リンさん。なんかおリンさん、あれじゃん、男よりもさ、やっぱさ、桜井リンさん、桜井らしい。なんもねえよ。なんだ桜井。え、なんもねえよ。なんもない。え、生まれ変わったらなんもない。生まれ変わらねえしな。いやだから、じゃあ現実の話する。それダメだよ、現実話しちゃ。もうダメだから現実。じゃあ俺がもし、いや、え、非現実の話しようじゃん。だからほら、トークテーマほら、もう一回読んで、もしみんなで一緒に読むじゃん。せーので、一緒に読むよ、うん、せーの。もし女に生まれたら、はい、生まれたらじゃん。何で生まれ変わったら。いや、僕はけど、はい、じゃあさ、じゃあ、まあ、いいよ、全く違うテーマ出しちゃおう。テーマ出しちゃおう、ちょっとニコ生の人に気使ってね。じゃあ、いやいや、ちょっとなんか、ないっすか。女に言われたら、はい、ね、そうだ、一回ちょっとオナニーしてみたい。あ、でも、なるほどね。そう、女の子がちょっとオナニーしてみたい。ああ、そういうことね。一回ね、一回。確かにね、まあ、でもどうなんだ、女の子って。じゃあ、ちょちょちょ、もしじゃあ男に生まれ変わったら逆にどうなの。生まれ、どういうこと。あ、あの、この人たちに聞くのね。そうだよ、この、そうだよ。ごめん、けど、男の7倍気持ちいい。どうする、どうする、これ拾うよ、マジ、ね、拾うから、早く。男消えちゃったよ、今、コメント消えちゃった。いやいやいや、言ってよ、みんな。え、もうすぐ夏です。夏といえば、夏といえば、当てた。あー、優しい、ニコ生の人たち、優しい。マジで過去最高だと思います。あ、過去最悪ですね、これ。もし、といえば、じゃあもう一回みんなトークテーマ読みましょう。何する、一斉して、せーの。もうすぐ夏です、夏といえば。幼稚園か。
幼稚園生かよ。やばいわこれ。はい、じゃあ、はいはい、ナスです。ナスといえば何を思い浮かべます？名前は何を浮かべるんだよ。僕ですか？いきなりですね。僕は夏といえばやっぱ海っすね。で海でご飯食べる。つまんな。正論だよ。違うじゃん。落ちってさ、落ちって最初に普通のこと言って最後に落ちで落とすんじゃん。いやでもだから俺普通のこと。じゃあじゃあごめん、全然変わるけど、話変わるけどさ、うん、なんかこのマジェスティのね、こういうなんかニコ生イコールなんかめっちゃ喋ってみたいなとこあるけど、なんか面白くして、別にそんなんじゃなくても多分さ満足してくれるんじゃない？ひょっとしたらさ、俺らの本音でさ、ただひたすら話してるだけでもさ多分満足してくれるかもしれないから。もしかしたら夏といえばなんかやっぱあれじゃないですか、面白くしろよテキーラ番組だぞ、ブンブン、そしてセックスオンザビーチ来た。すいません、なんかあれね、ヤス君頑張れ。ほら今日一番の発言。じゃあまずさ、ほらトークテーマ出してくれてるんだからさ答えようよ、まず。じゃあまあだから夏といえばでしょ。うん、夏といえば何、電話書いてて。夏といえばけどこれちょっとつまんないかも。夏か、夏といえばおい、ニコ生の人に謝れ、それニコ生の人に謝れ。こうやってわざわざ出してくれるのにつまんねってダメだろお前、放送できなくなっちゃうほら、すいません本当に、すいませんもうちょっと面白い特性はいいっすか。おおお、来た。あと10万で今月のままです。姫に甘い一言。おお、ホストらしい。うわ、ホストらしい。これ大事だよ。ちょっとテンション上がってきたわ、ごめんなさい。こっち行ってテンション上がっちゃって本当にすいません。あ、これホストっぽい。やっとホスト、うちらホストですっていうのを見せられるよ。ナンバー、チャンス、チャンス。ナンバー2のヤス君。おどう思う？これガチでちょっと行こう。ちょホストですよってうちのちゃんと示さないとさ。なんだこの。あと10万で今月ナンバーワン。はい、そうです。もう明日が締め日ですと。明日が締め日ですと。で、もう10万いけたら確実にナンバーワン取れると。言っていいの？はい。ちょっとズームいいっすか？へぇ、そんな機能ある？はい。ズームいいっすか？あれがあれっす。できない？ズームイン。誰からとかじゃなくて、ヤス君だけでとりあえず一回。はい、それではその後の反応を見ます。ズームなる。お、来ました。どう、はい、じゃああと10万で今月ナンバーワンです。姫に甘く一言を言ってみよう。あとさ、10万でナンバーワンなんだよね。俺自腹からさ、一緒に出そうぜ。おー、すごい。確かにね。そう、そういうことね。そういうことじゃない。最初から面白いよ。いいじゃん。さすが。さすが。おお。お。次。リンさん行こう。リンさん行こう。リンさん行こう。俺が回す。リンさん行こう。何ですか？俺がやる。いろいろ。いろいろ。やれ。何ですか？勝って。え？負けていいの？お、リンさん、ズーム、ほら。お。はい、じゃあリンさんがね、あと10万で今月3万です。お。君に甘くしたこと言ってみよう。行こう。あ、こうですね、ちなみに。はい。聞こえてない。聞こえてないよ。イエーイ、来た、10万いった。やばいわ、これは。いったわ。いったわ、これ。これいった。ちょっと、言っていいですか、言われたこと。はい。はい。いや、でも、多分これ、リンさんに言われたら、やべ、ちょっと俺、今。今日10万使ってやろうかなと思いました。今この場で10万出そうかなと出そう出してみよう出さないですけど出してみよう出そうかなってくらいちょっとキュン顔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 キュン壁ドンからの顔キュン。これさ、見てる人いるよね。いるよ、いるよ、いっぱいいるよ。なんでコメントしてくれないの。いや、してくれてるよこのトークテーマ。いい、じゃあトークテーマやってよ、やってよって変えてる。違う違う、やってよじゃないじゃん。じゃ本当はうちらがそういうのを決めて話さなきゃいけないんだけど、今日は特別にやってもらってるから。
じゃあ、すいません、いいっすか。ちげえよ、こっちに来てんだよ、俺。ないこっちに聞いてんだよ。ああ、この見えてる人たちにね。あ、なるほどね。ああ、じゃあ、ちょっとすいませんが、トークテーマ聞いてみたいこととかさ。だから、何を聞くのとかじゃなくて、で、自分たち、うちらに何を聞いて、そう、はい、トークテーマ言えばいいんだよ。そう、テーマを言っていただいて、本当に。ショッツ、何回言うんだよ。何回聞くんだよ。いやー、ちょっとこれね。あ、ごめん、でもこんなこと言ったら、本当コメントしてくんねえわな。そうですね。お、何をきっかけに、あ、いいの出ました。何をきっかけにホストをしたの。出ました。ちょっと一つずつじゃん。枕回避してシャンパンを入れさせる方法。枕を回避してシャンパンを入れさせる方法。枕しなくてもシャンパン入れてもらえるわ。このリオンならな。イエーイ。はい、コメント停止。じゃあ、ここじゃあ飛ばして、だから一番最初に出るんだよ。何をきっかけにホストしたのって。やばいよ。だから これでも拾わないとさ、多分さ、この人たち拗ねるじゃん。そう、だからまず一つずつ行こうよ、だから。だからまず、何をきっかけにホストしたのって。俺めっちゃ必死やん。何をきっかけにホストしたんですかで、じゃあ、はい。誰はい。俺え、これは違う、これは何をきっかけでしょ。ああ、ありがとうございます。テロップ出したけど、ここにテロップ出してくれて、こっちで、ここにテロップ、もう終わるで、そう、もうちょっと終わるで、もう終わるで。でもまあコメント多いんじゃね、多くないか、これどうなんですか。少ない、いや、わかんない。なんかいつもどんくらいなんですか、ちなみにコメント数。はい、1000、今のコメント、半分だ。いやー、そうっすね、ちょっと。じゃあ、林さん、合同に向けてちょっと一言。あ、合同に向けて、はい。キングの誰かに向けて一言。あ、僕、そうなんですね、僕、ハヤトって言うんですけど、キングにも、ハヤトっていう、ハヤト相談役、プレイヤー、兼プレイヤーっていう人がいるんですけど、本当のハヤトはどっちだと。おぉ。はい、決めさせていただいて。お、あ、ちょっとこんなでかいこと言って、ちょっとやばいけど、ちょっとね、あるんで。最後、最後、10秒前、やばいよ。ちょ、最後なんか言うことあります？いや、自称 S っす。自称 S、はい、最後言うことある。いいよ、俺らはしゃべんなくても売り上げだけ勝とうぜ、キングに。はい、よろしく。溶けさない。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。